おはようございます。とちゃんとぽみちゃん寝てました。なにくんも寝てます。ねえみんなおはよう。お父さんお仕事行ったね。まだブラインド閉まってんだよね朝から元気ですね、オタクたちはね。ハリクみたいな寝してて、間違ってるけどね。とちゃんお座り、おしゅう、グーボーイ、ジョージー。グーボーイ。ジョージー。いい子だね。もうブラインド開けようね。見て、なんかかわいい。いつの間にああなったのかは知らないけど。かわいい。逆さにしちゃってるし。どうしてああなっちゃったんだろうな。すごい眠そう。おいい子だね、とっちゃん。そこ入ってんの。いい子だね。ねんねしな。ふみっけ、そこにいんでしょ？うん。もうですね、5時も過ぎましたので、散歩に行こうと思います。さっきね、午後のね、掃除機をかけてたら、家のエアコンがいきなり入って、ちょっとえってなりましたけど。よくよく気温を見たら今日は30度まで上がってましたね。月曜日は20度いかないぐらいで寒かったのに、またこんなに暑いのかと思ったら、また日曜日涼しいみたいな感じで。気温差がすごいね、最近ね。とっちゃん。しょうがないね。もしかしたらちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、芝が若干緑になり始め、減ってるんですよね。あの苔も生えてるところあるんだけど、じゃなくて、この前ガーデナーさんが種をまいていた後に、なんかやってます、あの人。雨が降ったり、まあうちも水を頻繁にあげるようにはしてるけど、食べないでください、生えてきた葉っぱ。芽が出てきまして、だいぶ緑色になり始めてるんです。タートポミちゃん食べないで。ここなんか全然生えてなかったんだけど、わかるかな。ちょっとやめてください。こんな風にちっちゃいグラスが生えてますね。まあ気温がだいぶ涼しくなってきたっていうのもあって、ただあんまりここ日が当たんないから成長がしないんだけど、とりあえずね、もう少しどんどん生えてくれたら嬉しいなって今は思ってます。ではね、本日もポミ君にお散歩に連れてってもらおうと思います。お願いしますね、リーダー。今日もね、やはりこちらに行くのがホイール落ちてた確実のようですね。実は角を曲がりましたね。なのでこのままここの奥の公園に行くようです。公園着きましたね。今日の目的地は分かりやすくて良かったですよ、ポミさん。久しぶりだね、ここね。久しぶりに回っとかないと何があるか分からないからね。何の匂いを嗅いでいるの？知ってる人？知ってる子だった？そう。とりあえず一周して帰りましょう。今日はね、誰もいないから自由ですね。好きにさせてます。たまにだけだからね。誰もいないっていうのも。ねえ、とっちゃん。うん。なんか見つけたかな？走ってる。もうそろそろ一周も終わりそうなんですけど、ベンチ、いつも紐つけるベンチに、休憩中のおじいちゃんかな、おばあちゃんかな、座ってるので、さてどうしよっかな。カモン！ポミカモン！カモン！あ！オーマイガー！バーイ！絶対来るって分かってるからさ、来ないんだよ、あの子。後ろ下がったら来ました、置いてかれるの嫌だから。悪いやつですね。ポミ悪だね。トゥーちゃんは OK、 行こうか。とりあえず公園を出たので、このまま帰ろうと思います。いつも通り帰ると思うけど、どうだろう。途中ね、いろいろなワンちゃんとの攻防戦がありながら、無事にお家の近所まで帰ってきましたよ、ポミたん。今日もありがとうございます。お家に帰ってきてるので、ご飯にしようと思います。今日もあるもので、この前スパゲティスクワッシュをミートソースで煮たやつにバジルかけたのと、これはリンゴとスモークサーモンのサラダとお漬物と、このコリアンマーケットで買ってきたナムルなんだけど、日本の大根ナマスみたいの似てるんだけど、
それはすごい甘酸っぱい感じなんだけど、もちろんちょっと甘酸っぱいんだけど、それに塩気がちょっと入っかなり強めで、ガーリックが入ってるの。ニンニク臭がすごい、これ開けるだけでするぐらいきついんだけど、これがすごい好きで、カリカリに焼いた豚肉とかを巻いて食べるととっても美味しいです。大好きです。久しぶりに行ったから買ってきちゃいました。いただきます。お食事タイムです。美味しいですか？ゆっくり食べてね、ポミちゃん。ゆっくり。オッケー。ゆっくりよ。本日のデザートはさつまいもにしました。お座りしてください。グッボーイ、グッボーイ。はい、お手。はい、おかわりは？おかわりよし、グッボーイ。ポミちゃん、お手。はい、グッボーイ。反対は？おかわりでしょ、お手でしょ、こっち。おかわりは？グッボーイ。よし、今日はお芋タンですよ。お芋タンだからゆっくり食べてね。詰まるからね、お芋タンはね。ゴフゴフなるよ。ゆっくり食べてね。はい、いい子でしゅ。はい、私もポトトとポミもご飯を食べ終わってます。いつもご飯食べた後っていうか、その後っていうか夕方もっていうか、もうそうじゃないな、もう一日中かな。私結構バタバタしてる人なので、ですが今日はね、ちょっとねゆっくり過ごそうと思って、旦那が帰ってくるまでの間もう何にもしないでゆっくり過ごそうと思って、まあそうするとさ、仕事たまるんだけど、でもいいやと思って、はい、なので今ゆっくりしてます。そして今日皆様にお伝えしたいことが2点ありまして、Vlog を撮りました。1つ目はこの私のチャンネルの登録者数がちょっと噛んじゃうんでごめんなさい、500人を超えました。いつの間にか500人超えてたので、なんかちゃんといつだったかとかが分からなくって申し訳ないんですけれども、もうそろそろで550人は今超えたのかなっていう感じなんですけど、去年の今頃ではもうとても考えられない数字ですね。もうたくさんの方に見ていただいて、そしてあのコメントをくださる方々もたくさんの方くださるようになって、毎日ご挨拶で残してくださる方もいらっしゃいますし、素敵なアドバイスとか、または大変嬉しいお言葉いただくことがとてもとても増えました。すごく嬉しいです。もちろん私これは自分の記録のためにやっているっていうのもあるんですけれども、世界というかまあね、日本の方が多いとは思うんですが、私本当前から言ってる通りにお友達に向けてやってるつもりというか、まあずうずうしいんだけどと思ってるので、もちろん顔と顔を見合わせたことはもしないのは分かってるんですけれども、500人以上お友達が増えたということにとても感激しております。ありがとうございます。本当に嬉しいです。まあね、何人目標とかっていう風にやったことはないのであれなんですけれども、まあこうやって毎日、またはもう1週間2週間1ヶ月などと、まあ日に日にね、たくさんお友達が増えていくことをこれからも楽しみにやっていこうと思います。皆様いつもいつもありがとうございます。そして二つ目なんですけれども、ちょっと複雑な話なので分かりづらかったらごめんなさい。まず私もちょっとカレンダーを見ます。今度の日曜日ですね、11月6日の日曜日で、こちらはデイライトセービングといういわゆる日本で言うと夏時間みたいな感じなのかな、が終わります。6日の日曜日の真夜中2時なんですけども、その日付ってか時間が変更になるのが、そうするとこちらは1時間遅れるんですよ。遅れるって言い方でいいのかな、うん、日本から時差が長くなるのかな。こちらだとその日の午前2時から3時になる瞬間にもう一回午前2時に戻るんですね。なんか1時間取り戻すんです。旦那は1時間多く寝れるっていう表現をするんですけれども、まあそれが11月6日のになるわけです。そうなると私いつもこちらの時間でお昼の3時にビデオをアップロードしているんですけれども、日本ではこちらの午後
3時だと今は午前7時なんですね。多分、皆さん7時にはビデオがアップロードされてると思うんです。ですが6日の日からですね、こちらの午後3時は日本の午前8時になるわけですね。っていうことはビデオアップロードされる時間が1時間遅れるわけです。それは時差があるから言うと、日本だと7日の月曜日の話になるわけです。もう複雑でしょ。そこがもうちょっと私にも複雑なんですけれども、ちょっとお伺いしたいことがありまして、1時間の時差、皆様にとってはどう違うかなっていうのをちょっとお伺いしたいので、ご意見をいただきたいんですけれども、今まで通りいつも通り朝の7時にビデオがアップロードされる方のが私はいいですよっていう方と、まあ変わらずずっとこちらの時間の3時に合わせて、なので11月7日の月曜日からは8時に朝8時ですねにビデオがアップロードされますよっていうことになるんですけれども、どちらのがご都合がいいかなと思ってお伺いをしたいと思います。私は別にただビデオのアップロードの設定の時間を1時間早くするだけだから特に問題はないんですね。なんですが、やっぱり朝の時間って結構皆様バタバタしてると思うし、通勤で見られてる方とかももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、その1時間の差でちょっといつもの毎朝のルーティーンが変わっちゃうよなんていうことがあったら、やっぱりねご迷惑かなとも私は思うので、なのでやっぱり今まで通り朝の7時にアップロードしてくださいっていう方、まあ変わらずに別に朝の8時になってもいいですよっていう方、まあどちらでも別に私はもちろん全然問題がないので、ご都合がいい方にね、やっぱ意見が多い方に合わせていきたいなとは思っておりますので、よろしければそのあたりのご意見をお聞かせください。コメントでお待ちしております。今の説明で分かりましたかね。今日がね、こちらは11月3日なんですね。だからもう日本は4日だと思うんです。もう今日明日の話になってしまうので、急遽の話になってしまって申し訳ないんですけれども、ちょっと分からなかったっていうことがあればもうコメントいくらでも書いてください。本当にこの説明でね、お分かりいただけたのであればご意見お待ちしております。で、明日から旦那が3連休なんですね。金土日って3連休で、なのでその間はビデオを撮ろうと思ってます。そこでね、もしタイミングが合えばこの私の携帯のこのひどいね待ち受けですけども、これのね時間がねこうポンと戻る瞬間とかがねビデオに撮れたらいいなと思ってます。まあ午前2時だったら私起きてることも多いので、寝てる日もあるんだけど、のビデオをね撮れたらいいなとは思ってます。明日明後日の予定は特に決まっていないんですけれども、一日はお掃除しようねっていう話をしていて、で日曜日はまだちゃんとね旦那チケット取ったって言ってなかったんですが、旦那の上司ですね、ボスというかママ、とてもねお偉い方がいらっしゃるんですけれどもその方がもう去年からずっとアメフト見に行きたい、アメフト見に行きたいって言ってて、ヒデさん連れてってくれ、連れてってくれって言っているので、11月中なら行けるっていう話になっていて、LA の方にチームが戻ってきてるっていうのもあるんですけれども、アメフトを見に行く予定を立てています。で、お前は行くのかって聞かれて、あんまり興味ないだろうみたいな感じだったんですけど、まあ行くっていう話をしたら、分かったって言われたので、行くことにしました。っていうのも、私そんな機会がなければ、見ることなんてまずないと思うし、テレビで見ててもちょっと難しいんですよね、ルールがね。一度旦那には説明してもらって、ルールは多少理解してるんです。なのでまあわかるかなっていうのもあるし、それにね、そのやっぱ臨場感とか、まあ、スポーツ興味なかろうが、そのアメフトの試合がどうだろうがとか、なったとしても、私そういうのすごい楽しむ人なので、やったらやった、行ったら行った、何もかも全て楽しもうっていう人で、てか楽しいんですね、何でも。もうお気楽な人なんですけど、だから絶対楽しめるだろうなと思って、なので一緒に行くっていう話をしているので、日曜日はアメフトの試合をきっと見に行くと思います。旦那がまたその試合をするスタディアムとかの状態とかいろいろ今リサーチしていて、そのリサーチしている内容によっては彼が気に食わなかったりとかもするわけですよ、きっとこだわりがあるから彼は。
なのでそれの条件にもしねうまいことあって彼が行きたいなってなったら、はい、行くと思うんですけど、まあ上司に連れてけって言われてて全部彼が選ぶっていうのもまああれなんですけど、そのまあ上司の方はとりあえずアメフトの試合が見れればよくて、せっかくアメリカに来たんだから見たいっていう感じなので、まああとはもうね、うちの旦那の方のがよっぽどね詳しいというか、本当に好きだから大好きだから彼に任せるみたいなんです。きっとアメフト初めてね見に行こうと思ってます。ちょっとだけ編集進めていきながら旦那が帰ってくるのを待とうと思っています。今日はこれで終わりにしようかなと思ったんですけどやっぱりね、あの旦那がねたまビログに出てこなかったら良くないかなと思うので、彼が帰ってきたら少しだけまたフィルミングしようと思います。パンツおじさん帰ってきてます。なんかまた全裸になろうとしてるので、ビデオ撮ってやったらやめてって言って隠れてます今日早かった。比較的早いね。うん、早く起きが、わかった、お話聞いてあげるから。何ですか？なんか恥ずかしいんだって。旦那なんか食べてますね、歌歌いながら。まあ私の残り物ですけどさ。またかよなんかじゃないけど酒飲んでんだよね。なんで？明日が休みだから。じゃあ明日は飲まないってこと？飲みますか。でももうないじゃん。明日買います。お腹いっぱいって言いながらさ、ハロウィンで余ったチョコレート食べてますよ、この人。ゲーとか言いながらお腹いっぱいとか言ってるのにさ。なんか旦那変なことし始めたんです。なんかゴキブリみたいだって今動き。はい、もう一回やってください。竜巻旋風脚お願いします。やってくれないよ。さっき竜巻旋風脚とか言ってすげえひどい動きしてたんだよ。最近なんかしなくてさ、スト2のさ動画見てんの笑っちゃうよね。それではね、11時も過ぎましたので今日はこの辺りで終わりにしようと思います。てか私がお風呂入ったりなんだりしないと旦那何にもしないから、遊んでばっかりいたりして風呂入ったりとかしないでそのままそこで寝ちゃったりとかするので、あのどんどんね寝る準備進めていこうと思います。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。なんか音楽に乗って頭揺らしてる。何あの人そう、イヤホンしてなんか聞いてるみたいですね。まあいいや、また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。